あとね、知事芸人っていうのを出したのよ。はい。知事芸人、うん、知事芸人。え、誰います？いや、俺だけなんだけど。一人だけ？しんどっ。ダメ。単品で？単品で。なんとか芸人。僕は知事芸人で、しかも一人だけだよ。吉川っていうのがいて、こいつは、まあ、たけし軍団の、まあ、弟子だったんですよ、はい。僕の後輩だったんですよ。で、そいつが、秘書をやってくれたんだ。政務秘書。それで、メディアとの会話とか、対応を全部こいつがやってくれて、はい、で、もう、アメトーク、その2007年、2008年、ものすごく出たくて、面白いよね、あれね。で、出よう、出ようとして、で、企画書を書いてて、はい、で、誰かプロデューサー知らないか、他の番組のプロデューサーを通じて、はい、で、こういうの東国原考えてますから、というのをバーッと、10個ぐらい考えて。10個も、はい、その中に知事芸人っていうのがあった。いや、面白いですよ。面白いけど、一人は困ります。あ、そうなんだ。まあまあ話止まってしまいますから。他にいないんだもん。だからそれは、だから僕なんかものすごい覚えてる。